共同翻訳聖書を執筆している、戦争関心父と文益外牧師。韓国語朝鮮語訳聖書は、キリスト教聖書の韓国語あるいは、朝鮮語と呼ばれる言語への翻訳である。現代の主な翻訳聖書には、聖教全書、共同翻訳聖書、聖教の三系統がある。中国や日本と比べて、完全な鎖国政策を取っていた朝鮮では、 キリスト教の伝来は遅く始まり、聖書の朝鮮語への翻訳もカトリック教会は18世紀後半、プロテスタントは19世紀後半に、共に中国で行われた。早々期の韓国語の聖書は中国語聖書を翻訳したものだ。新旧約聖書が一度に翻訳されたこともなかった。最初のハングルの聖書は1790年に、薬官の蔡正明が翻訳した。 聖教直会公益だ。聖教直会公益は、ディアス神父が1636年に北京で発行した聖教直会と前や神父が1740年に北京で発行した聖教公益を取りまとめて、ハングルに移した本だ。日の絵虎教国以降に、朝鮮王朝が米国と欧州諸国と条約を結び、信仰の自由が許可されると、聖書翻訳も、 活発になった。プロテスタント教会では、イエス生前書と生前書などを翻訳しており、カトリック教会は、聖教直解公益を大量普及した。プロテスタント教会による、韓国語の聖書の翻訳作業は、スコットランド国教会のジョン・ロスにより、中国、信用の東韓教会で行われた、イエス生前書が初めてだ。1906年、 カトリック教会は再びハングルの聖書の翻訳に着手して、孫清め神父がマタイによる福音書を翻訳して、ハンコン神父がマルコによる福音書、ルカによる福音書、ヨハネによる福音書を翻訳した。そしてこれら福音書を一冊にして1910年に四子聖教を発刊した。この本が最初のハングルによる福音書だ。 その後、ハンはじめコン神父が、使徒原稿録を翻訳して、ベネディクト会のシュルライホ神父が、新約聖書の書簡、目視を翻訳しており、完全な新約聖書翻訳本を持つようになった。このほか、子供のための少年聖書も出版した。プロテスタント教会では、1911年までに、旧約聖書の翻訳を完了し、これまで翻訳した韓国語の聖書を肯定して、 聖教全書解約を出版した。そして、聖教全書解約を再び改定して1961年に、聖教全書解約ハングル版を出版した。1955年から書を関心部は、旧約聖書の翻訳を始めた。ラテン語聖書を翻訳したのではなく、ヘブライ語原文を直接翻訳した。1958年から1963年まで、創世期から、 バルク書まで発刊した。1968年に、西淳新父は、ウルガタ版聖書で詩編を翻訳した。プロテスタント教会では、1961年に、福音同士会聖書翻訳委員会で、新たに訳した、新約聖書一マタイによる、福音書などが出たが、韓国人学者で構成された大韓聖書公会の、新約翻訳委員会がギリシャ語聖書を直接、 翻訳して1967年に新約聖書新しい翻訳を発刊した。1968年、教皇庁教理省聖書委員会と聖書協会世界連盟の聖書共同翻訳の決定によって韓国でも聖書翻訳共同委員会を組織した。それで韓国のカトリック教会とプロテスタントは各自の聖書翻訳を中断して1977年に 共同翻訳聖書を発刊した。しかし、聖公会を除くほとんどのプロテスタント教会は、共同翻訳聖書の使用を拒否して、聖教全書改約ハングル版を1998年に改定した、聖教全書改約改定版を使用している。韓国カトリック司教会議は1988年に、新しい聖書翻訳に着手して、2005年に、聖教を発刊した。 上記、創世記1、1から3は、日本語の聖書協会共同約聖書では、はじめに神は、天と地を創造された。地は、混沌として、闇が深淵を追い神の霊がその水の上を漂っていた。神は言われた。光あれ、すると光があった。となっている。上記、ヨハネ福音書一一から三は、日本語の聖書協会共同訳聖書では、 はじめにことがあった。ことは、神と共にあった。ことは、神であった。このゲーは、はじめに神と共にあった。万物はことによってなった。ことによらずになったものは何一つなかった。となっている。ありがとうございます。